ははいこんにちレトスノーノです今回なんですけども私から質問させていただきたいことがあってそれに対して自分自身で考えていただきたいんですね。でその質問の内容って何かというと今今ののの勉強の速度でで年の試験に間に間合いいますすかという質問ですこのことを考えずにとりあえず毎日コツコツ勉強していくっていうやり方をしている方もしかすると今年の試験に間に合わない可能性が出てくるんですね。 なので、今一度この動画をきっかけに考えていただければと思います。重要なことは逆算して考えていくっていうことなんですね。どういうことかというと、10月中旬の宅研試験に合格するために、毎日どれくらいの勉強をしていかないといけないのかっていうところを逆算して考えていくということです。ちょっとこちら見ていただきたいんですけども、まあ、10月の中旬に宅研試験ありますよね。 その前には大体模試ってやるじゃないですかだいたい市販の模試2冊ぐらいは最低やった方がいいと思いますつまり6回分ぐらいですねは、まあ、やった方がいいですでそれを8月以降に行うとなってきたら7月末までにある程度実力をつけておかなければいけないっていうことなんですつまり7月末までに全分野一定レベルまで持っていくような計画を立てる必要があるということなんですね じゃあこの一定レベルってどれくらいのレベルなのかこれなかなか言葉にするの難しいんですけれども、まあ、一つ参考となるのが過去問10年分ぐらい8割ぐらいは解けるようにしてほしいですで単に解けるだけじゃなくて理解すべき部分をちゃんと理解しておくここまでやっておく必要があるんですねで、まあ、今回はこの理解学習についてはちょっと触れませんここ触れちゃうと長くなっちゃうのでここはちょっと省略させていただくんですけれども、まあ、とりあえず7月末までに ある程度の実力、全範囲について、ある程度の実力まで持っていかないといけないっていうことなんですよ。でそうなったときに、今の勉強の流れで、そこまで持っていけますかっていうところです。まあ、簡単な判定方法で言うと、今言ったように、過去問10年分を7月末までにまあ8割ぐらいまで解けるようにできるかっていうところです。おそらく8割ぐらい解けるようにするためには、まあ、2、3週は回さないとおそらく解けるようにならないです。 1>, 1回だけ過去問12分やっただけでは絶対に頭に入りません、まあ、少なくとも2週多い方だったら4週5週とかやんなきゃいけないかもしれないんですけどもそれは人によりますとりあえず自分自身の記憶力とかを考えてどれぐらい回さないといけないのか何週やらなきゃいけないのかっていうのは勉強していく中でわかると思いますのでそれを早い段階で見極めてほしいんですねこれの見極めが遅くなっちゃうと本試験に間に合わないってことになるんですよ で、独学の方っていうのは自分自身で勉強を進めていくので、意外とこのことについて考えている方多いんですよ。で一方で、予備校生とか通信講座の受講者様、この方々っていうのは、予備校とか通信講座のカリキュラムに従って勉強している方が多いんですね。で、そのカリキュラムを見ていただいて、疑問に思う方も中にはいるんです。それは何かというと、 このカリキュラムで間に合うんだろうかって疑問に思う方がいるんですね実際4月に入って私に直接メールしてくる方意外と多いです独学の方よりも予備校生だったり通信講座の受講様こちらの方が多いんですね学校のカリキュラムはこうなっているんですけどもこれで間に合うんでしょうか何か間に合わない気がして不安ですって私に質問してくるんですね相談してくるんです で、カリキュラムの内容を見せていただくと、7月末ぐらいまで税その他の講義をやってるんですよ。つまり、この間に権利関係、宅建業法、法令上の制限、税その他の講義をやって、ここで終わるみたいな感じなんですね。で、この流れに従っていったら、こっから総復習になるわけじゃないですか。8月から。これ、物理的に考えても間に合わないですよね。 もしそのカリキュラムでやるっていうのであれば、権利関係、宅建業法、法令上の税その他をやっている間に、過去問を何回も何回も繰り返していくってことをやっていかないと、もう間に合わないんですよ。つまり学校で法令上の制限を勉強している時にも、法令上の制限だけじゃなくて、権利関係や宅建業法などの過去問を復習していかないと間に合いませんよっていう話なんですね。この点を見誤ってしまって、今は法令上の制限を勉強しているから、法令上の制限だけ勉強しよう。 次は、ぜいその他の勉強してるから、ぜいその他の勉強だけしようってやってしまうと、結局7月末になった時に、全分野について一定レベルまで持っていけていない状況になっちゃうんですね。ほとんど頭に入っていない状況になるんです。まあ、簡単に言ったら問題数をこなせていなさすぎだって話なんですね。何回も何回も繰り返して復習することができなかった結果、7月末になって間に合わないかもしれないって気づくっていう話です。今この動画を撮っているのは4月中旬なので、 まだ今からであれば十分間に合うんですよ。まあ、予備校通われている方でも、通信講座通われている方でも、今言った内容を踏まえて、ぜひ勉強を進めていっていただければと思います。で、今回は触れなかったんですけども、この部分ですね。理解すべき部分は理解しておく。この4月から8月までのこの間で、やらなければいけないことなんですね。これができれば、引っ掛け問題にも引っかからないし、勉強した内容が頭に定着しやすくなります。 単に丸暗記をしているだけじゃないわけだから忘れにくくなるわけですよね。また別角度からの出題でも解けるっていう話です。これをできるだけ4月から7月末までの間で行っておく。で、さらに8月からは新しい初めて見る問題を解いて、で、さらに知識を増やしながら理解してきたことを使えるかどうかを確認していくってことをやっていただければと思います。で、もし現状を独学の方もそうだし予備校を通っている方もそうですし、 通信講座通っている方もそうです。理解できていないなという方は自分自身で調べながらぜひ理解学習をしていただければと思います。予備校とか通信講座では教えていないからといって理解学習ができなかったら合格するのは正直難しいです。運任せの試験になってしまいますんでその点は注意しながら勉強を進めていきましょう。弊社レトスの個別指導はこの理解すべき部分を理解しながら勉強するっていうのが大きな特徴です。 実際予備校生だったり通信講座通っている方、学校の授業では理解できない、通信講座の解説では理解できないということで、弊社と併用して、どちらも受講するって方いらっしゃいます。もちろんお金はかかってくるんですけれども、合格できなかったらまた一年勉強しなければいけない。これって本当大変なんですね。もちろんだらだら勉強している分にはそれほど大変じゃないんですけども、本気で勉強するってなってくると、本当に大変です。私自身も勉強大変でした。 1>, 1回で絶対合格しようと思って、毎日欠かさず勉強をやってました。1回で合格できたから良かったものの、もし落ちていたら、残り1年っておそらく燃え尽きてしまって勉強できなかったんじゃないのかなと思ってます。それぐらい勉強って大変なんですね。まだ今からであれば今年十分合格できますんで、理解学習を行って今年絶対合格していただければと思います。 個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので理解をしながら学習して今年の試験絶対合格したいという方はぜひ個別指導をご検討いただければと思います今からであれば今年あなたに合格していただく自信ありますので一緒に勉強して今年の合格目指しましょう